皆さんこんにちは、スマイルマイルです。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております、ギター担当の大野です。よろしくお願いします。今日は第7回目のラジオということで、今日お話しするのは、ギターのレッスン後によくね、僕は生徒さんとご飯を食べに行くんですけど、そんな時にね起きた珍事件、インドカレーのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。その日はね、水曜日だったかな。なんかね、そのレッスンが終わった後、またいつもみたいにご飯食べに行きましょうみたいなことになって、生徒さんとご飯を食べに行ったんですよ。で、まだちょっとね日差しが強くて、もう夏も終わる頃だと言っても、結構車の中のね気温が高くなるから、車の中にギターを置いとくのはまずいからっていうことでね、ちょっと屋根がある駐車場で止めようということになって、屋根がある駐車場、立体駐車場とかが止めれるような、そういうちょっと大きい施設の中にある、ご飯を食べに行こうかという話になったんですよ。で、昔はよく食べた、そういうインドカレーのお店って、いろいろとありますよね。で、そのインドカレーのお店に、ものすごく久しぶりだったんで行こうっていう話になってね。で、なんか僕もすごい久しぶりだったんで、あのカレーとナンっていうそのパンみたいなものですよね、あれをたくさん食べたいなっていうことで、でランチだとナンとかが食べ放題みたいな、でこれはいいよねっていうことになって、ランチタイムだとちょっと割引になるからっていうことで行こうという話になって行ったんですよ。そしたら結構人いてね、で僕たちがちょうど入るタイミングよりも食べてる時の方が、たくさん人が入ってきたわけなんですけど、で入り口で見てね、何がいいかなって見ながら、やっぱりランチタイムだから、その何のおかわりができる本日のカレーをランチで頼もうということに決めました。で生徒さんもね同じ感じにして、いや久しぶりだよねみたいな、で本当にコロナになる前の、タイミングまでは、グループレッスンとかよくやってたんで、そのメンバーみんなでね食べたりとかしてたんですよ。でそこのカレー屋さんもみんなで行ったこともあって、とにかく久しぶりだねということで食べに行ったんですけど、そうしたらなんか中にいる店員さんがインドの方なのかな、あのインドカレーのああいう専門店って。で、もちろん日本語も話せれる方が多いと思うんですけど、そこのインドカレーのところはそんなに日本語が話せない店員さんが、その何て言うんだろう、オーダーをこう聞きに来たんですよ。そうで、通常だと結構日本語もね喋れるインド人の方が多いんですよ。そうなんですけど、初めて本当に日本語がわからないみたいな感じの、方が来て、で本当に片言な日本語で、なんかメニュー決まりましたかみたいな感じでこう来るわけですよ。で、あ、なんか今日はあんまり日本語喋れなさそうな感じの人が来たなみたいな感じでね、生徒さんと。で、そのまま、関係なくね、じゃあランチでとか言って、で、ランチ OK です、みたいな。で、あなたはみたいなこと聞くから、僕もランチでいいですって言って、と、二人、ね、二つランチ OK です、みたいなこと言うわけですよ。で、ほいって言って、じゃあお願いしますとか言って言ったんですけど、そのタイミングで、テーブルのところにも書いてあったんですけど、久しぶりだったんで、ちょっと確認しておこうと思ってね、これランチだからこのナンをおかわり自由ですよねみたいなことを言ったら、急にめちゃめちゃ流暢な言葉で、あ、できませんとか言うんですよ。えっと思って、で、生徒さんもちょっとびっくりしてね、それまでちょっとこう日本語を探してやっと片言で言うっていう感じだったのに、できないっていう単語だけもう即答でね、結構いい発音で言うわけなんですよ。あ、それはできませんみたいな。で、えっと思って、で、いやでもなんかランチのところってナンがおかわり無料って書いてあるし、無料ですよねって言ったら、またできませんとかって言うんですよ。あ、できないんだとか思って、でもなんかここに書いてあるよねみたいなこと言ったら、できませんってまた言うわけですよ。で、まあ、わかりましたわかりましたみたいになって、あ、できないんだって言ってね。で、その方が厨房の方に入ってって、ランチ2つみたいなこと言うわけですよ。で、あれでもなんかランチって、そのなんだろう、このナンがおかわり無料ってここにも書いてあるし、メニューにも書いてあるし、
外の看板にも書いてあるよねみたいなこと言って、まあ生徒さんと2人でね笑いながら、これもしかして日本語が通じなかったからできませんって言ったんじゃないのっていう話になってね。でそのランチが来るまでの間に、わからなかったから、日本語がわからなくて通じなかったからできませんと言ったのか、できませんってよくわかんないものは全部できませんって言っとけばいいってことでできませんって言ったのか、何言ったか聞き取れなくてできませんって言っちゃったのか、本当にできないと思っててできないと言ったのか、本当はできるけどしたくなくてできないって言ったのかみたいな、まあそれはないけどね、まあその中のどれなんやみたいな話になってね、結構盛り上がって、まあ生徒さんと爆笑しながらね、結局どうなんやろうねみたいなことを言ってたんですよ。そしたら僕らが入ってから結構たくさん人が来てね、結構満員になった時に、僕らの2つぐらい隣の席の、まあ、女性陣の方がね、もう先に食べてたんですけど、でその方たちが何のおかわりをしたんですよ。ですいませんとか言って、そしたらはいとか言って、そのさっきの方が、まあ、厨房から来て、そしたら何おかわりお願いしますって言ったら、はいって言うわけですよ。今はいっつったよねみたいな話になって、生徒さんと顔見合わせて爆笑し始めて、今はいって言ったよねみたいな。で一枚でいいですかとか言って聞いてるんですよね。で、あ、じゃあ一枚でいいですとか言って言ったら、はい、何おかわり一枚とか言って言ってるわけですよ。で、明らかに今何おかわり一枚って言ったよねみたいな話になって、で、まあ今度じゃあちょっとランチ持ってきたタイミングでやっぱりもらえるみたいだから、ちょっともう一回聞いとこうと、さっき聞き間違えたんだよきっとって言って、まあもしくは僕の言い方が悪くて日本語がちょっと通じなかったんだという話になってね。いやでもね、さっき自信持ってできませんって言ってたから、あれはおかわりじゃなくて別に頼んでるんじゃないかとかっていう、今度違う議論になって、で生徒さんとどれが本当なんやろうみたいな、また違う疑問が出てきちゃってね。でもどうやらちゃんと頼んでるようだよねって、なんでそこをまた持ってきてくれた時に、やっぱりできるじゃないかみたいなクレームみたいになっちゃうでしょ、また言うと。だそれはいけないよねって、でどうしたら、その店員さんにも気分を悪くしないように、本来は何がもらえるんだっていうところを気づいてもらえれるのかみたいな、今度そういう話になったんですよ。で生徒さんといろいろ話した結果、最終的には何もなかったかのように、すいません、何おかわりお願いしますってさっき言ったのと同じセリフで言ったらもらえるんじゃないかっていう話になってね。なので結局何がやっぱりつくのかどうかっていうことを確認するのはやめようということになって、ランチが来た後、その何を1枚食べ終わった後で、何おかわりするタイミングで、すいませんって呼んで、何事もなかったかのように、何のおかわりお願いしますって言ったら、めちゃめちゃ笑顔でね、一枚でいいですかって聞いてきたんですよ。もうその瞬間にもう生徒さんともう大爆笑しちゃってやっぱりできるじゃんみたいな、よかったね行ってみてみたいなことになって、まあ、結局何を無事おかわりすることができたんですけど、まあ、そういうね、何かこう思い違いなのか勘違いなのか聞き違いなのかわからないんですけど、そういうことがね、言葉の違いや、文化の違いの中から出てくることっていうのがね、やっぱりいろんな形であるんじゃないかなと思って、貴重な体験をした気になりました。で結局ね、そういうことがあった時に、まあ、そういう笑い話の中でね、やっぱりその人のその話とかをこう決めつけないで聞いたりとか、いろんな状況をね考えた上で話をしたり、聞く姿勢だったり、そういうのってやっぱり大事ですよね。正しく情報を伝達したり受け継いでいくっていうところをね、まあ、たった一回のそのなんだろうストーリーの中で、考えさせられて、とてもね勉強になりました。そんなね楽しくみんなで笑いながら食べた、ランチだったんですけど、まあ、相変わらず僕はカレーライスが大好きで、インドカレーも大好きなんで、時々ねまた食べに行きたいなと思っています。はい、ありがとうございました。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。